おはようございます、こんにちは、こんばんは、ぽねよです。ドラゴンクエストビルダーズ2実況始めていきたいと思います。ね、箱舟を作ろうが 30% までできている。チャリン、そう、作ってます。ご飯を作ってました。次はなんかあれだね、どっかに行かなきゃいけないっていう、ちょっともう一回確認させて、話を聞かせて、びっくり。おい、遅いな。早く。あ、いたいた、あっちに行ったかと思ったけど。破壊の聖堂による神官ならば、滅びを待つ哀れな魔物がどこにいるか情報知っておるだろう。ひょっとすると、うん、そうだ、滅びの大聖堂だ。さあ、行く、目立つ。で、これだ、こうして。マジ難しいんだけど、この操作が。こっち落ちるよ、こっちなんか行ったら。おお、こっちの方かなっていうことは。おお、怖い怖い怖い。おおおお、なんかなんか出てきたよ、ドン。おお、怖い怖い。なんかいっぱいいろいろあるね。なんか目的地にだけ行くのがもったいなく、ね、おお、見て見て、このやあれだ、ひょっとしたらあそこが破壊の聖堂ってところかな。ひとまず行ってみようよ、行ってみようよ。どっから行くんだろう。超スーパーカーで山を登ろう、登ろう。あそこに誰かいるみたい。あっちから行こうか、降りて話を聞いてみようよ。どうしたんだろう、ドラッキーだ、止まれない。どうやって、どうやって降りる。おお、降りれた。遠いところで降りたい。クソ、おめえさん方誰でげす。足はドラーラってもんでげす。下の様子を見に降りてきたら、ものすごい腕に襲われて、足がすくんで聖堂に帰れなくなったでげす。おめえさんたち、破壊の聖堂に行きたいでげですか。その乗り物に乗せてくれるなら案内するでげす。乗り物に乗ったら案内を始めるでげす。最初に行くでげす。よし、来い。うんうんうん、こっち？わわわ、なんか綺麗だね。え、どこどこどこ？変わったよ、場所が。あ、こっちか。綺麗綺麗。こんな、あ、さっきのはチートやばかったでげすな。案内をやり直すでげす。まずは坂の入り口に戻るでげす。もう落ちちゃった。難しいよこれ。あれ、シリーズ最大の難関っていうことじゃないの、もしかして。もしかして、もしかすると私クリアできるかな。クリアが見えない。大丈夫かな。おおおお、どこだ。ほんでこっちだ、こっちだ、こっちだ、こっちだよ確か。え、違う違うよ、違うとこ来てんじゃない。え、本当にこっち。 あ、あったあったあった、案内があった、よかったよかった。うん、どこどこどこ、こっか。ゆっくりゆっくり走らなんかね、ゆっくり。ゆっくり、どこ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 。おお、手が手が、やめて。わあ、穴が開いたね。あ、この辺のツル取ってきたいな。ああああ、よいしょよいしょ。目印の通りに走るでゲス。その目印がさ、あのパタパタ変わるからわかんないんだよ、目印がわからない。よいしょよいしょ。ああああああ危ない危ない危ないよ危ないよ。どこ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 
誰か私の代わりにここやってそう思うぐらいには難しい。大丈夫かな、読まない、そのままジャンプでいけず、あん、あん、ついたの、おお、ついたついた。ここは破壊の聖堂、名前の通り破壊されちゃってるね。せっかく綺麗なのにもったいないや、ほんともったいない。ここもあの腕が壊してディゲス、ハーコン教団の足もさすがに悲しいディゲスよ。さあそしてに足の師匠がいるディゲス、はしごを使って降りてみるディゲス。はしごどこに置いてんの、あんなとこに落ちてる降りたとは言えないような。あそこから降りんの、ほいほい、ドン。誰、あなたは誰、誰です、私の祈り邪魔するもの、私を邪神官妖術としてのことですか。いいえ、面白い、ならば覚えておきなさい、私はこの地の三神官の一人妖術。ここは崩れゆく破壊の制度、人間のあなたが何のようなのです。一緒に拠点に帰ろう。もうビルダー滅びの危機から逃れる白骨を作り魔物を集めているのですね。これは私たちが望んだ滅びの日 なのです。滅びこそ我らの救済なのですよ。ましてやビルダーの、しかも人間のあなたが魔物たちを救う箱舟を作るなど許しませんとか言いそうだねお医者様、私はやっぱり死ぬのは嫌でいいです。ビルダーの箱舟に乗せてもらおうでいいです。お、説得に入った、ビルダーですか、ようです、てん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 。もともとこの破壊の聖堂はこの地にやってきたビルダーが作ったものを再利用したそうです。なんということ、聖堂が破壊されて破壊への感謝を捧げていたとき、祭壇の奥に何かありそうな気がして、このどうせな祭壇の奥を調べてみる、君のハンマーを使えばいけるんじゃない。ほう、祭壇の奥、これほい、どーん、あー落ちた登れない、ちょっと1個ダウンを、よいしょ、びっくりした宝箱がいっぱい、う、ほー、あなたたち何をしているのです、何言って、中を調べてあげようと思って、 だからといって教団の祭壇を破壊すると、それは罰当たりというもの。破壊はあれでしょ、ビルダー教じゃないハーゴン教団のお箱でしょ、破壊はいいことでしょ、あれでも破壊することはいいことなんだよね、どうして教団のものは壊しちゃいけないの、なんていうへりくつへりくつで、宝箱とかがたくさんあるね、仲間のもらっちゃうよ、いいねいいね。ドゥヌー破壊の制度の国をものづくりの素材が隠されていたとは、そうなの、まだ開けてないからわかんない、祭壇のお城とは盲点でしたね。ビルダーが作った聖堂を使ったり、自分たちの祭壇を壊せなかったり、今日なんて面白いね。ほんまやな、メタッツ。破壊破壊って言われに結局物を作れなきゃ困るみたい。グルヌ、お黙りなさい。これ以上の無礼、私は許しても破壊神様が許しませんよ。あ、破壊神様といえば、ポネが聞きたいことがあるんだって。なんかメタッツがだんだんあれだな、強くなってきたね。うぬ、友達の破壊神指導がどこにいるか情報を知らないかですって。あなたはなぜ一握りの神官しか知らない破壊神様のお名前を知っているのです。私が友達だからです。ああもうダメです、祭壇の奥の素材、破壊神様の友達、私は混乱してきてました。そしてベルダー、私はあなたに少しだけ興味が湧きましたよ、さよか、私も弟子のドラーラと共に箱舟寺に行かせていただきます。あなたのものづくりを一目 見せてください。何が入ってたんだろうね。ところでこの辺りの魔物は残ってる、できるだけたくさんの魔物を集めたいんだ。ふむ、そういえばこの山の下に暴れ回っているゴロツキがいましたね。ここから北向きに飛び降りればすぐに会えるはずです。みんなで行ってみましょう。来た。あ、命の木の実だ。骨が出てきたね、なんか食べ物が出てきたよ、ほいほい、土も出てきた、
この辺のさ、あれも持ってきたよね。この辺の、この辺って、あの装飾にできないかな。よ。違う、壊したい。一発だけ殴らせて。一発だけ。よし。一発だけ殴って満足した。帰ろ。帰ろ帰ろ。よいしょ。もうこの青い床なんなんだろう。一発じゃなくなっちゃったけど。あ、やっぱ硬いんだ。硬い。最高。わわわ、崩れる。で、私のスーパーカーは、超スーパーカーは、あそこどうやって登るかだよね。あそこのどうやって乗りに行く？横の方からかな、やっぱり。えらいとこに置いてきたね。の、お、降りてきたっていうか、もう乗り捨てたけどね、完全に。乗る。どこ？北。北に飛び降りる。おお、怖い。落ちた。ねえ、あそこに誰かいる。車降りて話しかけてみよう。怖かったな。また元に戻されるかと思った。わはは、世界はもうすぐ壊れる。俺たちも壊して壊して壊しまくるぜ。テンション高いな。おいおい、何をグズグズしてる。それでもハゴン教団の信徒なのか。おらおら、こいつをくれてやる。さっさと仕事にかかれ。古びた魔法の玉を10個も手に入れた。うん、何でも破壊しなきゃな。よいしょよいしょ、この辺使って、ほいほい。で、あれどこ。あったあった。さあ置くよ。えい、逃げろー。逃げないね、この子たち。ダメージ食らってんじゃん。なんで逃げないの。よし、この調子でどんどん物を破壊していくぜ。テンション高いな。あの、じゃあ滅びを待つ哀れな魔物って感じが全然しないね。でも他の魔物の居場所も知ってるかもしれないし、とにかく追いかけてみよう。そうしよう、そうしよう。終わったわ。まさかだよ、だけど。ダメージ入っちゃった。さて、お次はこの辺りをぶっ壊してやるか。ねえねえ、ポネ、あれ見て。何あれは。あまり見たことがなかったね。持って帰って禁断の錬成台に入れれば新しい素材を生み出せるんじゃないの。マジか。じゃあ、あれ壊そう。簡単そうだね。え、俺は、あれは破壊者様の抜け殻だぞ。小橋なんかしたら罰が当たるぜ。さあ、第一雄が臓器場とか、見砕く上器場とか、見砕く火炊き場。3個ずつ手に入れてみよう。噛む噛む。よいしょ。どの辺に置けば、あれかな。えい。おお、破壊できた。いい感じに。いい。どれ、あとはどれなんだろう。これか。お腹空いている。お腹空いている。食べなきゃ。ほい。ほい。ほんとね、ここ来てからすごくお腹が空く。よいしょよいしょ。やったね、ポナヨ。新しい破壊様の抜け殻を手に入れたんだ。みんなのところに戻ったら早速禁断の錬成台に入れてみよう。きっと箱舟作りの素材にな。な。ドーン。おお、壊れちゃった。いやーん。素材。おい、大丈夫か、お前たち。あれ？俺じゃねえ、だって。一緒に倒すぞ。よし、倒して。OK。
強な黒い魔物が現れ、私ここにちょっと素材をさ拾ってるから、あなたたちちょっと倒しといて。なんでそこで横で待機してんの。ねえ倒しなよ倒しなよ。あれ倒さないの。どこ行ったの。どこ行った魔物は。あそこにいるじゃん。倒しなよ倒しなよ。ねえ倒してってば。ねえほらほらほら倒しなよ。ほらようやく戦った。ようやく戦っている。そうだ倒すんだ。私は破壊を進めている。私は素材を破壊していただく。素材をいただく。素材をいただくことに専念する。えい。ん？まだかな。頑張れ。ダメかな、やっぱりちゃんと自分で叩かなきゃ。えい。戦おう。そしたらしょうがない。いて私戦うの苦手なんだよ。いて、43とか入ってるじゃん、ダメージ。自分たちよし。もう命からがらだね。みんな割と大変だったね。私がサボってたから。ボハハ黒い魔物を倒せた。名前らなかなかやるじゃねえか。せやろ。それに俺ですら恐ろしくて手が出せなかった破壊神様の抜け殻を壊すとは。よっしゃ俺はお前らの子分にしてくれ。世界が終わるまで破壊の限りを尽くそうぜ。ノリノリな人見つけたね。何、世界の終わりから生き残るための箱舟を作ってるんだと。よしよ。じゃあ俺もそこに行こう。前の箱舟チャレンジに連れてってくれ。いいよ。どっから来たっけ私たち。あっちか。ねえねえおじさん、この辺りに他の魔物はいない。できるだけ多くの箱舟に乗せてあげてんだ。2カ所ほど心当たりがあるぜ。ほう、両方ともこの洞窟を抜けた先、こっち。車に戻って乗っていこう。オッケー。大事ね。えい。これでご飯作らなきゃいけないから。ほんと結構食べ物が死活問題なんだよな。わー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 。で、お、走るよ。順調に走っていくよ。抜けたところのこっち先行こうか。右側から左にもある。おおおお、びっくり。いた。ななあそこに誰かいる。車降りて話しかけてみよう。猿がいるね。あー俺ももうすぐこの闇の中に囚われちまう。これが滅びの日ってやつなんだな。って誰だお前は。俺に何か用なのか。うわ、こんなところで黄昏れてないで生き残るために箱舟に乗れだと。くっはっは、ありがたい話だか。俺だけそんなところには行けねえよ。ここから東にあるのは光を通さない暗黒の空間だ。たちがその闇に囚われちまってるのさ。まあそうだな、闇の中からたちを助け出してくれたらお前の話考えてやらなくもないぜ。歩いて行った方が良さそうだね。車を見失ったら大変だし。歩いて行くのやだ。暗いとこ行くの。あ、うわ見えないよ。見えない。いた。あ、すごい。もうあなた誰です。こんな闇の中で話しかけてくるなんて。私も闇の中やだよ。世界ももうすぐ終わる。だから僕は自分の意志でこの闇の中に囚われたんです。闇の中は最初は怖いですが、慣れてしまえばこれほどいい場所はない。嫌なものは見ずに済むんです。ああ僕の友達も早くここに来ればいいのに。え、僕の友達が外で待っているですって。仕方がないな。僕はもう一度外に出て闇の中に来るように説得してみます。闇の中から抜け出せなくなったら地図をよく見て来た道を戻るといいですよ。スティックの方向逆に変えるだけっていうそれが一番安心安全。よし。あ、これすごいとこがあるんだな。真っ暗だ。恐ろしい。本当に真っ暗だったり何も見えなくてどうしようかと思っちゃった。私も
友達が闇に誘うためなら一時の光も我慢しましょう。さあ案内してください。でもね、闇に誘うためじゃないんだよ、連れ出すためだけなんだよお、闇の中から犬たちを連れてきてくれたんだな。どうして僕を助けてほしいだなんて頼んだんだい。闇の中にいれば辛いことも見ずに済むのに。バカ野郎、俺はまだ死にたくねえんだ。おめえと見てえもんがあるんだよ。青春してる、魔物が青春してる。とりあえずこの人間が箱舟ってやつを作ってやがるらしいんだ。どうだよ、一緒に拝みに行かねえか。箱舟か、この世界にはもう見るべきものなんて何もないと思っていたけど。わかりました、では僕もお供しましょう。僕たちに箱舟でとやらを見せてください。いいよいいよ、すごい仲間が増える。シルバーデビル、ね、また新しく箱舟に乗せる魔物を見つけられたね。ムキムキおじさんは魔物がいる心当たりの場所がもう一つあるって言ってたよね。地図を頼りに探してみよう。 OK、 あっち反対側、ほい乗る。ブーン、あ乗ったのすごい乗り方するな、でっかい。ちょっと速度落ちるとかないのかな、重量制限的な。お、なんかいた、なんかいた。あ、見て、あそこに誰かいる。車から降りて話を聞いてみよう。骨がいるね。ほい、我ら死なずの騎士、我ら教団の騎士は死んでもここで蘇る。だがもう蘇らずに済む。この世界はもうすぐ終わるのだから。死ねないってことか。かみんなを一緒に乗せる箱舟を作ってるから一緒に来いだと。カカカバカを言う、我らは戦いからの解放を望んでいる。世界の崩壊こそ我々の悲願。おお、貴様なんだその悲しそうな顔は。いや怒っているのか。いいだろう。ではこの近くにいる仲間たち3体全てを説得できたら考えてやる。2体は高いところにいるぞ。3体の説得を終えたら俺に知らせるのだ。ここ登ってて、あれだね、なんか死ねないとかっていう、なんかあったな、そういうゲームみたいなあった気がする。怖い怖い。一個、よいしょよいしょ。なんで変なところにいるの。じゃあもうちょっとさ、あの行きやすいところに行ってよねえ怖いな、どうやってそこに行ったの、それが逆に知りたいわおお、怖い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 。我々は死なずの騎士、我々教団の騎士は死んでもここで蘇る。だがもう蘇らずに済む世界はもうすぐ消えてなくなるのだからな。何、箱舟に乗り下にいる騎士に説得するように言われたと。箱舟か消滅する前に一目見ておくのも悪くない。お前について行ってみよう。おお、いいねどうやって行くの、ちょっと怖いんだけど、飛べないし、しかもよいしょ、一瞬だけだけど、ちょっと着地するために使った。怖い、危ない。でここあっちどうやって行くの、あそこ、あこっちからか。いい、ちょっとでも変えるっていうのだけでも全部違うからね。一瞬だけでも開けるだけで着地ができる。よいしょ、どこだ、こっちか、すごいとこにいるな。手やめて、よいしょ、あああ最初から見直しない。どっから行ったらいいのねえ、どっから行ったらいいねえ、どっから復帰できる。ここから行ってみようか。よいしょよいしょ、こう置いて、いけんじゃない、いけそう、いけそういけそう。すごい、落ちても救済がある、落ちても救済がある、素晴らしい。で
こうしてこうしてこうだね。でこうしてこうして、ほいほい、あ、来れた来れた、あ、よかった、あ、よかった、びっくりしちゃったよ、落ちた時にはよいしょ、ほい、俺たちは死なずの騎士、俺たち強打の騎士は死んでもここで蘇る。しかしもう蘇らずに済む、この世界はもうすぐ滅ぶんだからな。何、箱舟だ、下にいる騎士に説得すれば言われただと。うっは、そりゃいい、実は俺世界が滅ぶとか嫌だったんだ、お前についていくぜ。さあここから飛び降りようぜ、半身者死にはしやす、俺たちは死なずの騎士。あ、だけどあそこにいるね、あそこに行こう。で直前で開く、お、いい感じに来れた。俺様は死なずの騎士、俺様たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。だからこそはぐれたあいつらにもう一度会いたいぜ。はぐれたあいつら、ぬ、あ、貴様はポネア、それに目立つも知り合いだった、君はキッシム、キッシム生きてたんだ、生きていたんだね。だってあ、言っただろ、俺様知らずの騎士だとこんなところで会えるとは思えなかったかな。足は治ったの、話は道すがら聞かせてくれ、俺様もお前らと一緒に行くぞ。おお、キッシム来てくれたのはいいけど、どうやってあそこに帰るどうやってあそこに帰る、こんなとこからさ。あ、そうだ、言ってたよね、車にはワープができるってオフィションワープ、ふう、降りよう降りよう、これだボタンが分かんない、降りようって言って降りれるもんじゃないんだよさあみんな説得してきたよ、ほほ、騎士たちを集めてきたか。しかしよく考えてみれば、これは我らが望んでいた滅びの日、いくら仲間を集めようとミスミス、貴様騎士に二言があるのか、ポネについていけば間違いはない。おお、これはキッシム様、すすすすみません、他の騎士ととっさに見分けがつかず、見分けがつかず、あれ上なんだキッシムが。よし、それじゃポネ、俺様たちも車手に乗せてくれ、お前たちの運ぶに一緒に行くぜ。嬉しいな、足も治って復活したんだ、よかったよかった。これでこの辺りのまま全部見た、一度運ぶ船まで帰ろう。そうだな、ここからだったらさっきのムキムキと戦った洞窟を取らないときっと帰れないね。さあ地図を確認しながらみんなを箱舟に案内してあげよう。私苦手なんだよな地図覚えるの。どっから来たどっから来たっけ、こっち、どっち、どっちから来たどっちから、こっちか、あの赤いマークの方にとりあえず行けばんちょっと待って、どうなん、こうか、ちょ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 これ大変だな、見えないよ画面見えにくい、こっち、あ、それか、それが洞窟か、よしよしよし、よかったよかった、またまっすぐ行って全然違うとこに行くことになる、ちょちょちょ邪魔だなあ、帰ってこれた帰ってこれた、やったー、あ、ただいま、あー、ただいま、これが箱舟でゲスか、もっと近くで見せてくれでゲス、ふー、あー車の運転大変大変だー、キシムに話しかけよう、これが箱舟か、すごいぞポナヤ、お前が橋を作った時から俺様は…てんてんてん、おお、お主はキッシム、おお、キラージー、グリム、お前たちも無事だったか、まさかキッシムが生きてたなんて、よかったよかったぜ、グスン、かわいい、グリム、グスンしてる、よう、実やはりそなたも来たか、はい、我々が壊せるものを壊し、破壊神様と友達だというビルダーに興味を惹かれたのです、うん、幻は消え、我々も滅びる、そしていずれ現実世界もな、現実世界も影響すんの
しかし私はポネアに会い、すべて滅びることが正しいのかわからなくなってしまったのだ。私も地獄様と同じです。我々も箱舟の一員となり、あなたが何をなすか見届けましょう。すんごい、めっちゃ増えた。もうちょっとさ、大きくした方がいいんじゃない？ねえ、箱舟、もうちょっと大きくした方がいいんじゃない？来るかな。大きくする、大きくするミッション話そう。よくぞ箱舟に乗せる新たな魔物たちを連れてきてくれた。破壊の聖堂で素材も手に入れてきたのだな。ここに来たからにはお前たちも箱舟作りを手伝ってもらう。共に滅びの日から逃れるのだ。うげ、箱舟のことは聞いていたが、作るなんて聞いてねえ。ハーゴン教団の俺たちがそんなこと。つべこべうるせえ。自分たちが助かるための箱舟なんだ。黙って協力しやがれ。言ってやれ言ってやれ、キシム。どうしたのですポネ、何か言いたいことでも？そうだ、ポネは友達を助ける情報が欲しいんだ。破壊神様がどこにいるか知らない？ふむ、破壊神様にはハーゴン城でなら会えるかもしれませんね。知ってるんや。ハーゴン様の城ならちょうどここから見えるあそこだな。どこ？そんなものが見えてたの？何？どこかで見た建物だとは思ってたが、あれがハーゴン様の城だとどこ？うん、いつもにあんな場所に浮かんでおったのだ。これも破壊神様のお力なのか。どこにあるの？どこ？わかんないな。あそこには黒い渦もあるし、あの車が飛べでもしなきゃいけないな。しかしもし空を飛べても城の周りには強力な結界があります。簡単には近づけないでしょ。なんか無理難題ばっかりだな。うん、ようやく居場所が分かったけど、まだまだ問題がありそうだね。どこなんだ？さっきうっすらもやの向こうに見えてた、あっちの方？ピピピピ、ポネヤ。友達を助ける新たな情報を得たようじゃな。でもハーゴン城は空に浮かんでて、周りには結界まで張ってあるって。ほほほ、安心せえ。きっと超スーパーカーはまだまだ改造できる。そんな場所にもいつか行けるようになろう。いつかじゃなくて今行きたいの。そんじゃポネ、その話を置いといて箱舟の設計図の続きを書いてくれよ。お、ついに続き。うむ、仲間も増え、箱舟作りもはかどるであろう。お、あっと驚くような設計図を頼むぞい。頑張れ。どうじゃポネ、設計図を書けそうか。今度はどの部分を作る気じゃ。ほう、箱舟の外壁と箱舟の下の部分、船底を作りたい。それで箱舟はほとんど出来上がるとな。ほう、外壁はいいけどよ、船底っていうのはどうやって作るんだ。箱舟は地面にくっついちまってんだぜ。カクカクグリム、そんな時こそお礼様たちの出番じゃないか。箱舟の下の地面を壊せばいい。それいい考えだね。まずはみんなで船底を作る場所を用意しよう。すごいすごい、壊す専門の人たちが、あの私のその鎌素材作るやつは壊さないで浮いてるよ、浮いてるよ。ちょっと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 、どう取ればいいのよそこねえカカカやったな。箱舟の下の地面を壊すと、やはりみんな破壊となると仕事が早い。ピピピ、よいぞよいぞ、船底を作る場所が確保できたようじゃな。ではポネ、箱舟の外壁と船底の部分を作るための続きの設計図を書いてくれ。あれを置く場所が欲しいんだけどな、この箱舟の中に鎌の入れる場所。あのあれだな、車の横に置いとくべきなのかな。どんなんだろう、あんまりここからだとよく見えないな。箱舟の設計図を描いた。わ、続きの設計図が描けたんだね。みんな来た。1000、すんごいな。え、すごいすごい、めっちゃ大きい。これ魔物たちが作んの？すごいじゃん、すごい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 。これものすごい箱舟ができそうだね。船底の部分はよく見えないけど、かかか、船底部分の設計図は当然船の下でよく見えなくても仕方あるまい。ピピピー、この設計図が組み上がれば箱舟も完成に近づきそうじゃの。ふっはっは、この実は我らで次なる設計図を組み立てるための準備を進めておいたのだ。マジか、
どんな準備？ドンドン一個。おお、我らが集めておったものをこの収納ロッカーに入れておくとしよう。すごい有能。キラージも喜んでる。わしはみんなと共にマシンの壁とアイアンの壁を作っておいたぞい。おいらはみんなで破壊神様の抜け殻を集めておいたぜ。もう必要になったら取り出して使えよな。ありがとう。こんなにあって素材どうかなと思ったけど、なんとかなりそうだね。これだけ手伝ってくれたら。でもトイラが親方として新入りどものを教育する現場を任せとけよな。この辺は前と同じく収納ロッカーの中に足りない建材をじゃんじゃん入れてくれ。よし、箱舟の外壁と船底を仕上げるんだ。みんなやるぞ。いいねいいね。私これは回収したいんだけどな。ねえねえ、どうしたらいいの？こうしてこうして、こうして、よし。中途半端、えらいことになっちゃったね、ほんと。あはん、登れない登れない登れない。でこうして、こうしてここに置いといて、でとりあえず入れよう。ね、入れて素材を、とにかく素材を増やそう。ね、いろいろ足りないだろうから入れよう。下にいるの、もしかして。あ、出てきて、よかったよかった。話しかけられる、これで。それにしてもこの奇妙な箱舟を設計したものですね。なんとも独創的で、まるで異世界の物体です。キラーマシンから発想を得たのかもしれませんが、もしかしたら背中の方に秘密があるのでは。ね、いつも見てる、それは秘密ですって。なんと気になる言い方を。まあそれはともかく、素材を禁断の錬成台で生成しているようですが、あなただけでやるのは大変ではないですか。部屋の中に特定のものを置き、禁断の錬成部屋を作ってくだされば、私たちでも素材を錬成できそうです。マジかマジか。そうですね、今箱舟の中にあるハーゴン教会を禁断の錬成部屋にしてみましょう。
まず今日邪教の祭壇があるハーゴン教会の中に禁断の錬成台と収納ロッカーを置くのです。そこに邪教の松明と邪神の像を一つずつ、それと邪教の花柱を二つ置けば禁断の錬成部屋の完成ですよ。邪神の像はもうお持ちかもしれませんが、もしあなたなら作れるのではないですか。像あったっけな、さっき壊したっけ。壊したところにあればあるかもしれない。イエーイ、レシピゲッツということで、今回はおお、みんなハート出してった。この辺りにしたいと思います。ドラゴンクエストビルダーズ2実況、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。こんなやんでした。バイバイ。あれだね、キッシムが元気になって私たちのとこ戻ってきてくれたっていうのが嬉しいね。